アレクサンドル・ユーリーエヴィチ・エロヒンは、ロシア・バルナウル出身のサッカー選手。エロキンの表記も多い。ロシア代表、FC ・ゼニト・サンクト・ペテルブルク所属。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー、もしくはフォワード。194センチメートルの長身ながら、足元の技術に優れ、所属していた FC ・シェリフ・ティラスポリでは、プレーメーカーを務めていた。 ユース時代は FC ロコモティフモスクワの下部組織に在籍し、2008年にモルドバリーグの FC シェリフ、ティラスポリへ入団。2年目の2008から09シーズンは、リーグ戦25試合に出場し、11得点を記録する活躍を見せ、UEFA チャンピオンズリーグ2008から09、予選1回戦 FC アクトベ戦で、UEFA 主催大会初得点を記録した。 2009年 CIS カップでは FC シャフタールドネツクのハブチームを相手にハットトリックを達成するなど4得点を挙げて得点王を獲得。2009から10シーズンには背番号が29から10に変更された。2011年シーズンよりロシアプレミアリーグに昇格した FC クラスのダールに移籍一籍金は180万ユーロと報道されている。 2016年2月4日、FC ウラル・エカテリンブルクから FC ロストフに移籍し3年契約を結んだ。ありがとうございます。